どうも、いちおです。バグフェス第3弾来ております。はい、こちらですね、まあ、ライトニング本当雷光山とオバフロー木しか持ってないから、ぜひここ欲しいところではあります。はい、でラインナップの中にライトニングのね、覚醒が入ってないんですよね。これがまあちょっと残念っていう感じではあるんですが、まあまあでもね、引いていこうと思います。他にも魅力的なラインナップがね、たくさんですから、はい、まあ欲しいところはローザとか、まああとはやっぱりね、水属性が弱いんでリュック、この辺欲しいです。この辺狙いつつ、シンクロ扇に絡んでくれればいいかなって感じですね。でミスリルが50個しかないので11連1回しかできませんけども、まあね、なんとかいい引きができるように願っております。はい、行きましょう。とりあえずはミラボ欲しいっすね。ミラボ1個でいいから、ミラボ、そして覚醒扇以上が欲しい。行きます。せーの、よいしょ、お願いします。お願いしますよ。どうかな、よいしょ、はい、終了最後ってこんなもんよ、ほんと。なんかいつもそうなんだけど、シリーズラッキーじゃねえや、シリーズハッピーかとか、まあフェスもそうなんだけど、これがもう本当の最後の11連ってなると、まあこんなもんですよ。はい、いきます。誰だ、わからんな。あー、プロンプトか。よし、バトル開始時にヘイスト自身、あー、まあいいんですけどね、これもいいんですけど、プロンプトは確かバーストしか持ってなかった気がするな。いやー、いいんですけどね、やっぱりまあマテリアはね、超絶とか覚醒あってこそ生きてくるっていう感じがしますよね。うん、まあ超絶覚醒も、うん、マテリアがあってよりまた生きるっていう気がするんですけども、はい、まあ最後はこんなもんです。こうなる予感はしてました口には出してないけどね、最後は絶対こういう結果で終わるっていう、続いてますからね。まあしかしでも11連何回かな、4回やって、そのうちの1個が3回も続いたって、これはやっぱりね、まあやっぱ今後もこのね、レコードキーパー、レコパーのガチャはなかなか複数個出すってのは厳しくなってくるのかなっていう気がしてきます。はい、もう数字云々とかどうとかじゃなくて、もう本当になんかそういう気がします。だってそもそもこのフェスじゃねえや、ガチャで2個確定ガチャとかある時点でなんかもう1個が多いですよみたいな、なんかそういう感じもするんですよね。まあいいや、まあそれはまた別の機会におしゃべりしましょう。というわけでミスリルがなくなってしまってですね、まあもう僕のフェスは多分これで終わりだと思います。まあ終わりだけど、まあ奇跡的に50個貯まったらもう11連どっかで回そうかなと思ってます。終盤の方でもね、50個奇跡的に貯まったら、まあおそらくは無理だと思いますけども、でまあ貯まらなかったらその時持ってるミスリルで、シリーズラッキーとか属性ラッキー回そうかなと思います。はい、で、フェス終了と同時にもうミスリルを使い切ってしまって、そこからまた貯めていくっていう感じにしようかな、そしていこうと思います。はい、まあこれね、これからのガチャはやっぱり1個でもいいから、とにかくその中身がどれだけねいいものかっていうのに期待してやっていこうと思います。はい、1個でもいいからね、使えるやつちょうだいっていう感じでやっていこうと思います。はい、まあ全然強化ならなかったのは痛いけど、なんとかダークオーディンいけないかなって悩んでますけどね。まあはい、そんな感じでございます。まあ出来次第アップしていきますわ。そんな感じで、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。